CM とかそんな絶対入ってけえへんからね、こんなドッカントラブル、さっきは真ん中にこれ出てましたからね。 YouTube やりますかって聞いてこれ出て仕事成り立つやから、あるんちゃう、やるんちゃう。なんかそこで仕事なくなるってことはないやろけど、岡川さんがあんまり好きじゃないんじゃないかな。はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿大久保の兄貴金田ロッキーです。俳優のね、香川照之さん、まあいろいろちょっと女性問題で、揉めておりますけれども、はい、これでこれでこれということでね、なんかいろいろ交番続いておりますけれどもね、まあ、銀座のお店のお姉ちゃんの知事もんで、なんかブラジャー匂い嗅いだって言うてましたけれども、まあね、3年前に片付いた話がまたこう出てきてリークしたの誰って話やねんけど、うん、まあだからそんな話うまいことやっぱり週刊誌ってな、あっちこっちからそういう話を見つけてきて、これいける思ったらまあなあ、つっつくのか、もう向こうが週刊誌側にリークしてきたのかいう話やねんけれども、はい。でね、香川さんが、このままどうなるのか、俳優復帰できるのか、あるいは、歌舞伎の方はできるのか、YouTube やるのか。で、違約金が何億何億って言われてるじゃないですか。もう報道は好きかって言うて大げさなことを言うので、何億何億、5億とか言って書かれてるけれども、普通に考えてみて、だから、1年契約で7ヶ月目でごたごたあったとしたら、まあ、流れた7ヶ月分じゃなし、残りの3ヶ月、ギャラ1億、1億じゃない、まあ1000万もらってたとしたら、300万返さなあかんとか、そんな風になるんちゃうかな。はい。このお金返さなあかんのかどうなのか、その額がどうなのか、はい、その辺のちょっと気になることを占ってみたいと思います。まず香川さんの全体運として出してみますが、あの人の一番気にしてることが出ます。はい、香川さんの今の全体運です。解説していきます。まあ忍者のカード、これ隠さなあかんとかやねんけど、まあ逆、正位置より逆出てるから、だから3年前の話やし、片付いたし、彼もまあ隠さなあかんことやねんけれども、そんな大した問題じゃなかったんやろな、うん、ただバレたから、これどん底のカード、これな、ええものいい人出会ってね、だからこれがいろんなもコマーシャル仕事うまいこと言ってたってことかな。うん、すみませんか、うわぁ、できません。何か他にお手伝いできることはありませんか。何も聞いてへんのにアップルウォッチが話し出した。いいもの、うん、これがだからあれやな、 CM とか、まあ、いろんな仕事とか仕事のこと助けてくれるいい人いいもの、まあ絶好調やったもの、すごかったもんな、コマーシャルドラマ出まくってたし、ただ今もドッカーンこれトラブルですわ。はい、だから近い過去今の流れなのよ。ほんでももう我慢のカード、なんとかなんとかはやりくりできんねんけれども、もう太陽さんさんじゃない。うん、なんかお金のとこととかはまあなんとかやりくり効くんかな、うん、まあ今の流れそのまんまが出てるって感じですね。はい、じゃあまあこれ全体運としてやりまして、まあカードと彼つなげたかったんで全体運として占わせていただきました。続きまして違約金どうなるのか見てみたいと思います。
医薬品についてどうなるのか出してみました。これバランスのカードが未来の近いところに出ているんで、なんとかまあまあまあトントントンというか、まあなんとかなるんじゃないですか。はい、ただ出ていく額はあるし、トラブル周りの目とかね、もう新しい CM とかその絶対入ってけえへんからね、こんなドッカントラブル、さっきは真ん中にこれ出てましたからね。で陰者も逆やから、まあなんとかやっていける方向にみたいなカードですね。ただ今はもうブレーキかかってる、彼にとっていいものいい人離れた、2匹のこれね、馬が一緒に馬車引っ張ってガンガン行くなんですけども、彼と彼にとっての仕事、事務所、コマーシャル、いろんな仕事とかね、仲間とか、はい、逆出てますので離れた。はい、で過去はまあ自分本位でもううまいことすべて、物事進めれてた、どうしていいかわからん、バランス取れへん、バランス取れへんねんけど、まあまあそれはもうえらいことにはなりましたけれども、ちょっとまあトントンぐらいなんとか思っとった、それは出費はありますけどね、なんとかこうバランス取れるぐらいにはなるんじゃないですか。ただもう新しいね、そら仕事はもう入ってこないでしょうけれども、そんな感じかな。お金はまあ出ていきはしますけれども、ちょっとまあそらトラブルっちゃ トラブルですけど、なんとかなる、なんとかなるぐらいの額でまあ収まると思います。はい、じゃあ YouTuber として復活するのかどうか見てみます。はい、香川さん、 YouTuber として復活するのかどうか、はい、出してみました。解説します。だからもうバランスは取れて、仕事うまいこと言っててんけれども、もうそこ復活ない、地上波の話な。やっぱりお金入ってけえへん、出費ある、医薬金はやっぱ払わなあかん、お金が入ってこない、こうで出た果物タワーになってお金大丈夫、やったことに対する、この収支のバランス見返り OK、 逆出てると出費がある、お金が入ってこない、そのおかげで我慢、ほんでなんとかね、これはもうライオンを押さえつけてるカードは我慢のカードなんですけれども、これ吊り下げられた男でこう出てる方が我慢なんですよ。吊り下げられてどうしようか、考えてる、逆出る方が立ち上がるなんですよ。 YouTube やりますかって聞いてこれ出て仕事成り立つやから、あるんちゃう、やるんちゃう、昆虫とかやったらいいんすよね。はい、だからあのチャンネルワニくんとかな、虫とか動物の、動物系いろいろやってる人結構おるんで、受け、香川さんがやったらウケるんじゃないですか。はい、まあね、まああの YouTube やりやがってクソやーだこうだ言う人は言うかもわかんないんですけれども、そこはまああの別に言わへん人らが見るわけでいいんじゃないですか。あの地上波で、また地上波じゃないわ、ヤフーニュースとかではね、あのまたやったらやったで叩かれるとは思いますけれども、はい、まあ仕事として成り立つ、あるんじゃないですかね。はい、歌舞伎どうなるのか見てみます。はい、歌舞伎どうなるか、市川中車さんやったっけ、どうなるか、見てみました。解説していきます。まあこれも歯車回っていた、まあ、香川さんもやりたいからやっていた、自分本位のこととしてやって歯車回っていた。ほんでね、これ歌舞伎の方がせえへんのちゃうかな、我慢の限界、なんかこれはもうやってない、今もやってないやろ、やってるって聞けへんか、あんまり好きなんじゃないんじゃないかな。お父ちゃんの流れ、やっぱり俺も伝統芸能もやらなあかんなのでやったんかもわからへんけれども、ちょっとソリが、歌舞伎と歌舞伎界と、ソリが合わんというか、なんというか、なんかねあかんのちゃうかな。これもどん底のカード、どうしていいかわからない、イライラする、まあ歌舞伎界からももうね、もう昔はそんな
うん、あっちの世界はもう芸の肥やしでね、こっちの方はもうやりたい放題やったと思うねんけど、まあそらなあモテたやろいう話で、お父ちゃんのこっちの問題で夫婦で揉めてんのとかもうよう見てたんちゃう香川さん。うん、ただちょっとあんまりね離縁の世界は合わへんのか、うん、歌舞伎側がもうなんかこんな世の中からの、いや別にそれがないと思うねんな。あの誰やったっけ、三田寛子さんの旦那、橋之助さんじゃなし名前変わったな、うん、で何やった、海老蔵さんとかもな普通に普通にやっとうし、うん、そんな感じでなあ歌舞伎の皆さんはねお盛んですってやっぱりイメージなんですけど、まあそれはなんかそこで仕事なくなるってことはないやろうけど、岡川さんがあんまり好きじゃないんじゃないかな。はい、ただ YouTuber はやる可能性ありますよ。はい、ぜひ昆虫のことをやっていただきたいと思います。うん、はい、そんな感じでございます。まあまあまあいろいろな、もう今の時代しゃあないわな、こんな問題出てきたら。まあそやけど3年前のもう示談で話もついてる問題、こんな話なんかそんないっぱいありますよ。うん、ねえ、とはいえまあまあ出てへん話、うん、もう銀座のお姉さんとかに聞いたらいっぱいあるんでしょうけれども、はい、私もいっぱいいろんな話してますけれどもね、占い側が絡みの話はそらも言っちゃいけないこと、私はもう墓場まで持ってまいります。うん、お金積まれても言いません。まあね、ガーシー君みたいな人もいますし、はい、そんな感じでまあ話出てもうた以上しゃあないわな。うん、はい、ということで、また香川さん YouTube 頑張っていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。